皆さんこんにちは。電撃オンラインで仁王の攻略担当しておりますライターの周です。今回は DLC 第1弾の牛若戦記で新しく追加される装備品ですね、百鬼夜行絵巻、こちらの詳細をちょっと紹介しようかなと思います。まあ、今説明したんですけど、まあ、新しい装備品ですね。小物とは別の新しい装備品。まあ、ここに装備している百鬼夜行絵巻っていうのがそうですね。何が違うのかというと、小物と違って攻撃力と防御力が上がるっていうのと、特殊効果がランダムです。ある程度ランダムです。で、大きな仕様としては、この百鬼夜行絵巻、どこで拾うのかというと、まずあやかしの夢二以降、難易度ですね、あやかしの夢二以降の難易度じゃないと手に入れられません。で、敵からドロップするんですが、敵からドロップしたタイミングでは、この特殊効果のところが、一番上の段以外のところは全てハテナハテナハテナになってます。手に入れた段階ではハテナハテナで、何をしたらじゃあそれがオープンになるかっていうと、この全国地図のこの大曲がときの上にこの百鬼夜行絵巻っていうところが新しく追加されるんですね。で、ここを選ぶと、この持っている百鬼夜行絵巻に挑戦ができる。で、この挑戦をクリアすることで特殊効果がオープンになるという仕様となっております。で、持っている百鬼夜行絵巻によって出現する敵が違います。これが大きなところですね。また、あと挑戦可能回数というのが決まっておりまして、ここも結構差が出てくるというような要素になっておりますね。で、この挑戦可能回数っていうのがあるんですけど、これは一体何なのかというと、まあ、複数回ってどうなるかというと、特殊効果の上書きが可能になります。クリアをするたびに毎回ランダムの効果が発生するので、それをこの3つのスロットのうちのから2つ、どちらかを選択して変更するみたいな形となってます。まあ、実際にちょっと軽くクリアしたものをじゃあこれからちょっとお見せしようかなと思います。百鬼夜行絵巻のステージの特徴としてはですね、道中はありません。ボス、道中のボスがいたところにあるいは円形状の閉ざされたステージ、そこで戦うようなミッションとなっております。特殊なミッションですね。で、百鬼夜行絵巻にも書かれている敵が基本的には出現します。斎藤義達、ワニュード、忍者、まあ、マガラとかアザイとか、この辺の敵、プラスアルファ、出たりとかしますね。まあ、今回選んだのは、斎藤義達の方のやつなので、まあ、実際に挑戦してみると、まあ、まずはこう、忍者が出てくると。はい。まあ、周りも見てもらうように、ここ、たたりもっけが行ったところの円形状のステージですね。わかります？これ、閉ざされたステージ。逃げ場とかもないので。まあ、ひたすらこれで戦い抜いていく感じですね。当然これ戦薬とかも補充がないので、結構ね、慎重に戦わないときついミッションとなっております。 1,2,3 よし、はい、これで終わった。お、いや違うわ、これチャキだわまたここで巻き出るかなと思ったのに、すいませんでしたね。はい、こんな感じで一通り百鬼夜行絵巻をクリアしますと、はい、絵巻の特殊効果を一つ入れ替えること。これ本来だと、全部ハテナハテナのところがオープンになる。で、今回はすでに持っているやつに挑戦、再挑戦したっていう形なので、絵巻の特殊効果を一つ入れ替えることができると。こんな感じですね。決まってます。武器のダメージと交換でガード時の属性ダメージ。今回はこれ固定ですね。毎回挑戦するたびに中の効果が、特殊効果は変わります。まあ、どちらかですね。ガード気力を回避行動の気力マイナスにするか、武器ダメージをガード時の属性ダメージマイナスにするか。っていうので、どちらかを選択するような形になりますね。やっぱ回避行動の気力にしましょうかね。こんな感じで自分の、まあ、挑戦回数の限りがあるうちだけ、まあ、自分の好みの特殊効果をつけられる装備品みたいな感じですね。こういう特殊な能力の持ったものとなっております。で、これがまたちょっと出現率が、ドロップ率が低いので、低い代わりに他のプレイヤーとも交換することができるということなので、
まあ、いろんな性能の百鬼夜行絵巻を揃えて自分好みのビルドにしていくのがいいんじゃないかなと思います。こんな感じで百鬼夜行絵巻の紹介は終了とさせていただきます。新武器の仕込みコンの方も紹介してますので、そちらの方も動画もよろしくお願いいたします。以上です。